皆さんこんにちは。朝ドラ虎に翼で活躍した女優の伊藤沙莉さん。伊藤沙莉の壮絶な過去や子役時代に天海祐希に救われていたと言われる真相などについて紹介します。まずは伊藤沙莉さんの経歴とプロフィールから紹介します。伊藤沙莉、1994年5月4日からは日本の女優、元子役、ナレーター、タレント、ダンサー、歌手、千葉県出身、アルファエージェンシー所属。2003年に9歳でテレビドラマ14ヶ月妻が子供に帰っていくに出演し、演技未経験ながら身体が少女に若返る女性研究員を演じた。2005年にテレビドラマみんな昔は子供だった女王の教室に出演。2023年2月22日に NHK の2024年度前期連続テレビ小説虎に翼で主演を務めることが発表され、2024年4月1日に放送を開始した天海祐希が2021年10月22日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへに出演。伊藤沙莉との16年前の秘話を語った伊藤は、天海が教師役を演じた学園ドラマ女王の教室の生徒役として出ていた。この時のことについて今回伊藤本人が VTR 出演してメッセージ。当時天海から収録スタジオの控え室に呼ばれたという伊藤は、カメラが自分に向いていない時、注目されるようなシーンではなくても必ずあなたは気を抜かずに芝居をしていると、ありがたい言葉をかけられたという。そしてそうやってあなたが今のままいてくれれば誰かが見つけてくれるし、誰かが認めてくれるから変わらないでいてねと励ましてくれたそう。彼女はこの言葉が今でも心の支えになっていると語った。この時のやり取りについて3時のヒロイン福田麻貴が伊藤沙莉さんに声をかけた時は、この子が大人になってもずっと女優を続けることが見えていたと質問。これに対して天海は、お芝居の上手な子は違うものに移ってしまうことが多い、才能があるから他に興味を持ちやすいと持論。彼女にもそんなものを感じてしまった、これから伸びていくのにお芝居やめちゃうのかなと思ったと吐露。さらに、カメラが向いていない時でもすごい真剣な顔で私を見ているのがとても目を引いたとも語り、あなたがやっていることは正しいことを伝えてあげないと思ったと解雇。でもみんながいるところで言うのは失礼かと思って呼んでいったと振り返っていた。今や実力派俳優として名実ともに成長した感のある伊藤沙莉さんが、幼少の頃は貧乏だったというエピソードがある。伊藤はホームレス家族だった幼少期についてこう語っている。いろいろあった家庭でお家が一時なかったんです。お父さんが若干やらかしまして飛んだんですね。で、家に住んでいられなくなっちゃった。お金もないし、父の仕事の関係で家族でおばの家に流れ着いて、そこからおばの家も出ないといけなくなって、家がないっていう状態になって、一時期家がない状態だった伊藤さん自身は友人宅に、兄と姉は兄の幼馴染の家に預けられ、母は軽トラックで寝泊まりをしていたそうだ。初めて家に廊下があるのがすごく嬉しくて、みんなで豪邸だってはしゃいで、その時お母さんに、いつか良い家に住む時があっても団地を豪邸だって思った気持ちを忘れないでねって言われました。紆余曲折を経て小学2年生の時にようやく団地に引っ越すことができた伊藤さん。ダイニングテーブルで食事をすることも初めてだったそうだ。母の言葉を胸に女優として活躍する伊藤沙莉さん。壮絶な幼少期を乗り越えた彼女の人生は多くの人に勇気を与えてくれるだろう。伊藤家の知人は言う。沙莉さんは3兄弟の末っ子で、もともと彼女の父親は道路関係の会社を経営していて多くの外国人を雇っていました。母親は塗装の職人で、現場には自前の軽トラで向かっていたそうです。ですが彼女が2歳の時にバブル崩壊の煽りを受けて父親の会社は倒産、両親は離婚し、父親は蒸発して一家離散となってしまったんです。その当時のエピソードは、伊藤の兄で芸人のオズワルド伊藤俊介も21年9月2日に配信された YouTube チャンネル納言しあわのやさぐれ酒場でこう語っていた。俊介さんによれば、
自宅がなくなったことで、さゆりさんは母親の姉が3ヶ月ほど引き取ることになり、俊介さんともう一人の妹は彼の友人宅へ居候、母親はしばらく軽トラで生活せざるを得なくなったそうです。さゆりが体弱くて入院したのもあって、なかなか家族が揃うことはなかったと話していました。その後、おば夫妻の家に家族4人で身を寄せるも、おばの離婚でおば含め5人でアパートに移り住んだとか。家に帰って電気をつけると大量のゴキブリが出るような部屋で、俺とさゆりはそのトラウマで未だに虫がダメと嘆いていました。伊藤は前室の人生最高レストランでこう語っている。かなりボロボロのアパートだったんですよ。でも何より家族で住めるのが本当に嬉しかったんです。布団3枚で家族5人で寝る感じでした。別のインタビューで彼女はこうも語っている。ゴキブリが出るような家に住んでいたことがあって、団地に引っ越した時、私はお城だと言ったんです。お母さんからはどんなにいい家に住むようになっても、ここが豪邸に見えた気持ちだけは忘れないでと言われて育ちました。前室の知人は言う。母親とおばは牛乳配達のアルバイトもしながら、さゆりさんが3歳の時からキッズダンスの教室に通わせていました。彼女に表現の才能があると気づいていたのでしょう。そんな家族の支えもあって、さゆりさんは9歳でオーディションに合格しデビュー。女優としてもがき苦しみながらも徐々に頭角を現していったのです。俊介さんもお笑いの才能で一家を支えると宣言。14年にオズワルドを結成しました。社会人となった2人は家を出て家計を支えた。女優としてお笑い芸人として今では引っ張りだこの2人だが、その快進撃の裏では悲しい別れも惚れていた。生い立ち的に父との思い出はそんなに多くはない。父は常に逃走中だったからだ。特番みたいな楽しいもんじゃない。シンプルにガチなハンターから逃げていた。そんな父が3年前他界した。行方をくらましがちな父親と頻繁に連絡を取っていたという伊藤。そのため父親は家族揃っての最後を迎えられたという。兄俊介も20年4月ノートでこう明かしていた。再会の場は千葉大附属病院。喉頭がんだった。老犬のように痩せ、こちら側が本気を出さないと何を言ってるか聞き取れない声だった。中略。最後の最後に家族で揃えたこと、妹には頭が上がらない。2024年前期長ドラヒロインとして奮闘中の俳優伊藤沙莉さん。実は伊藤沙莉さんは韓国人ハーフと言われていますが、国籍はどこなのだろうか。伊藤沙莉さんの国籍は日本である可能性が高い。伊藤沙莉さんは千葉県出身。また伊藤沙莉さんは SNS でも地元千葉トークをしているため、育ちも千葉県であるようだ。伊藤沙莉さんのご両親どちらが韓国人かは明言されていない。しかし伊藤沙莉さんの父親が韓国人の可能性が高いと言われている。理由は、伊藤沙莉さんの弟様は道路関係の会社を経営、後に倒産していて、多くの外国人を雇っていたからだと言われている。また離婚後に伊藤沙莉さんはお母様の姉宅に一時預けられていたらしく、兄弟が日本にいるということはお母様は日本人ではないかと予想されているようだ。しかし伊藤沙莉さんのお母様が韓国人の可能性がある情報もあった。伊藤沙莉さんは韓国人ハーフのようだ。伊藤沙莉さんは自身の X のアカウントで韓国にゆかりがあり、韓国ハーフであることを認めるポストをしていた。伊藤沙莉さんは幼い頃からの洋順地味の男性と7年間の交際を経て2020年に破局したことを公表している。しかし現在は脚本家の高麗龍太さんと交際しているようだ。2人の交際は18歳の年の差があると言われており、まだ結婚には至っていない。伊藤さんは彼女の仕事を一番に考えており、結婚に対しては焦りは感じていないようだ。お互いの仕事に理解を示し、互いに支え合っている関係のようだ。彼女がこれまで経験してきた苦労や困難から学んだ強さや自立心は恋愛においても大きな影響を与えているのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。